はい、こんにちは。税理士川みなみの YouTube へようこそ。クラウドファンディングをして129万円を集めて、キングコング西野亮廣さんの講演会を主催したり、クラウド会計を導入していたり、YouTube をしていたり、SNS を使って情報を発信している個人事業専門の税理士川みなみと言います。本日もよろしくお願いします。では、今日の動画なんですけど、今日はこちらについて取り上げたいと思います。こちらです。節税ベスト5です。これね、皆さん気になってるんじゃないでしょうか。節税ベスト5についてやりたいと思います。では本日の目次になります。目次がこちらです。おすすめの節税ベスト5を5位から順番に説明していきます。その次にランク外に、こういうものもありますよっていうのを説明したいと思います。最後に注意点を紹介して本日の動画の流れ、目次になっております。では早速、節税ベスト5から発表していきたいと思います。それでは節税ベスト5の説明をしていきたいと思います。では、第5位からいきますね。第5位はこちらです。じゃん。控除項目ですね。こちらは、例えばどういうものがありますと、順番にいきますね。国民年金、年金の支払いや健康保険、国保の支払いは、全額控除になるんですね。こちら、全額控除です。あとは、ローン控除。これ聞いたことあると思います。住宅ローンをね、住宅を建てて、借り入れをね、住宅ローン、借り入れを組んでいる方は、ローン控除というのがあります。こちらかなり大きいので、ローン控除がある方はとても節税の一つになります。あと、その他聞いたことあると思うんですけど、これも、扶養控除ですね。奥さんを扶養に入れているとかね、お子さんは16歳以上からですけど、この扶養控除というものも節税の対策の一つになります。あと、医療費控除もそうですね。年間、1年間の医療費が10万円を超えるような場合ですね。10万円を、超えるような場合。まあ、例えば家族がまあ入院したとかね、扶養しているまあおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃった時に、その方がちょっと入院して体調崩してなんか長引いたっていう場合に、医療費が年間10万円以上で、家族の分みんな合算していいので、ご両親、子供ももちろんですし、自分の歯医者さんに行ったとか眼科に行ったとか、風邪ひいて病院にかかったっていうものと、入院して医療費がかかったっても全部家族分を集めて大丈夫ですので、家族分というのは生活が一緒の人ですね。一つのお財布で生活をしている方の家族分を入れてしまって大丈夫なので、これを合算したものが年間10万以上あれば医療費控除ということで節税になります。税金がね、所得税が安くなります。なので、控除項目としては、年金ですね、国民健康保険の支払い。これ全額控除です。で、もしね、国民年金とかね、去年の分払ってないものを2020年に払った場合は、2020年の、控除対象になります。2019年の年金だとしても、2020年に払えば、2020年に控除項目として節税の対象となります。なんかもし、滞ってるとかね、去年ちょっと売り上げがうまくいかなくて、払ってないんですって方は、こちらの方を今年払うということで、節税の一つとして、することもできます。じゃあ次行きましょう。第4位です。4位はこちら。これもね、皆さん知ってらっしゃると思います。有名なんですけど、ふるさと納税ですね。ふるさと納税はね、皆さんね、聞いたことあるって方いらっしゃると思うんですけど、なんかどういうものなのかなっていう中身がね、わからない方もいると思うので、第4位としてかも、節税の一つとして紹介させていただきます。まあ、言ってしまえばね、簡単に2000円の手数料を払う感覚ですね。2000円の手数料を負担したところで、特産金、特産品、各地の、特産品が届いて、2000円の負担なので、例えばですよ、3万円、したとしますよね。ふるさと納税を3万円したら、2000円を引いた2万8000円分が控除になるということですね。なので2000円で、控除対象になって節税ができて、地域の特産品が届くということで、お得な節税の一つの方法です。で、これはもう一つさらにいいところは、確定申告をしたら自動的に、所得税の確定申告をしたら自動的に住民税の方も安くなりますので、住民税も安くなるというのが、ふるさと納税のね、またさらにプラスのおすすめのものです。で、人気があるのは、私の周りではやっぱり、お肉、フルーツ、あとは、お米とかですかね。なんか、消耗するものとかね、使うものとか。あと、お酒が好きな人はお酒を頼んだよっていう方もいますので、ふるさと納税は、そう、里ふるとか、ふるさと納税、
ホームページっていうすごいいくつか会社が出てきますので、そちらの方から調べて、申し込む方がいいかなとか、まあ、自分の、ね、地元の県だからそちらを選ぼうという方ももちろんいらっしゃるので、そちらの方で調べていただいて、どれがいいかっていうのを選んでチョイスして申し込みしていただければと思います。気をつけないといけない点が2つありまして、1つ目が上限があるということですね。まあ、いくらふるさと納税していただいても構わないんですけど、その節税に有効な上限の金額があるんです。この上限の金額がいくらかっていうと、それはそれぞれが働いている年収とか自営業の方だと利益によって変わってきますので、こちらも上限があるんだよということを覚えておいていただいて、このふるさと納税をチョイスするときに、選ぶときに、ホームサイトに行ったときに、必ずそのシミュレーションをできるページっていうかあるんですね。そこに行っていただいて、自分のまあ年収とか、こうで家族が何人でってわーって入れるとこがあるんですけど、そちらの方を入力していただいて、簡単にシミュレーションができるようになってますので、シミュレーションをしていただいて、上限自分が例えばじゃあ6万円だなと思ったら、6万円分ぐらいふるさと納税をチョイスするってことですね。それは内容は6万円だってなった場合は、2万円の3個でもいいですし、本当6万円ドンと1個。っていうのでも OK です。で、申し込むと、その申し込んだ各地域の市役所なり町から、控除証明書っていうのが郵送で届きますので、比較的2週間ぐらい来ると届きますので、そちらを確定申告書の用紙と一緒に出すというふうな手続きの流れになっています。そして2点目の 気をつけなきゃいけないところはこれですね。このふるさと納税、12月末までに申し込まないと、2020年の所得税の対象にはなりません。なので12月の末までに必ず今年の申告書を次出すから、2020年の1月1日から2020年の12月31日が今期分になって、それを2021年の3月15日までに出すっていうのが確定申告なんですけど、ふるさと納税で所得のをしたければ申し込みは2020年の12月の末までに必ず申し込んでください。なのでこのギリギリになると、何にしようって悩んでる間に、あ、なんか年越えてしまって終わっちゃいましたって、年明けてみて確定申告いざした時には、こんなに税金高いんだったらやっぱりふるさと納税しとけばよかったって言うんですけども、その時になったら遅いので、早めにふるさと納税の方を考えていただいてもいいのではないでしょうかと。じゃあ次行きましょうかね。第3位ですね。じゃん、開業費です。こちらは開業前の支払いを経費にできるよっていうものです。じゃあどういうものかと言いますと、開業前に皆さん何か仕入れをしたりとか、飲食店だったらソファー買ったり、机買ったり、お皿買ったり、カップ買ったりとか、いろんなものを、様々なものを買うと思うんですけど、それを経費にできるっていうのがこの開業費の節税の一つです。これは本当に知らないともうそのまま過ぎていってしまうので、必ずお店をこれからオープンされる方はこちら開業費というものがあるということを必ず覚えておいてください。で、開業前の支払いは全てこちら開業費として挙げることができますので、順番に経費に焼却していく、焼却していくとちょっと難しいんですけど、経費にできます。で、必ずレシートと領収書など必要ですので、もうね、開業前のお金使ったやつなんてもう関係ないよねって言って、たまにバッサリ捨てちゃったっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、必ずレシートと領収書、振込表などは必ず取っておいてください。それがあると、開業費として挙げることができます。で開業前の、ね、よくある質問で、開業前の支払いって一体どこまで遡れるんですかって言われるんですけど、さすがにね、10年も前の、開業準備のお金払ったのですって言われると、ちょっとなんかね、説得力ないじゃないですか。そんな前から本当にお店のこと考えてたの、実際かね、ちらっと考えてるって場合もあるかと思うんですけど、一般的に1年か2年ぐらい前までの支払いと言われております。だから2年くらい前に、何かセミナー、お店オープンするためにセミナーに行ったとか、スキルアップのためにサロンを経営してらっしゃる方だったら、スキルアップのために習いに行ったとかね、資格を取りに行ったとか、あとカフェを開く方だったらコーヒーのね、セミナーに行ったっていうものは、もちろん開業費のそういうものに入りますし、揃えていくものとかですよね、グッズというか必要なものを開業日、オープン日前に払った支払いは全て開業費としてあげて経費にすることができます。これが第3位です。では次、第2位いきましょう。これは先住者給与ですね。ちょっともうすでに印を打ってしまったんですけど、先住者給与というものがあります。これはどういうものかと言いますと、家族の給料を経費にできますよというものです。これよくあるパターンなんですけど、社長さんがいて個人事業でね、自営業で、で奥さんが経理とかを手伝ってくれているという場合に、その奥さんの給料を
経費にできるってことですね。だ家族なので本来でしたら同じお財布なので経費にできないんですけども、こちらの先住者給与っていうものを使うことで家族の給料を経費にすることができます。だから奥さんが経理をしているとか請求書とか領収書もしてくれているとかいう場合も先住者給与というふうにすれば経費に上げて節税ができます。だ例えば月10万円ずつね、もし奥さんにあげますよって言った場合ね、年間12ヶ月分、ここちょっと見えないかもしれない、ね、月10万円にして12ヶ月分払うと、120万円を経費にすることができるので、その分節税になるってことですね。じゃあね、すごいいくら100万、月100万奥さんにあげたらいいかというね、それはちょっと上げすぎというか、逆にその奥さんに100万かける12ヶ月分に対しての所得税がかかってきてしまいますので、気をつけください。で、家族の給料を経費にできるんですけど、ここに注意点がありまして、2点ありまして、1点目が届出書を提出する必要があります。こちらは税務署の方に届出を提出する必要があります。ではどういった届出書かというと、今日は紹介したいと思います。こんな感じです。見えますかね。これですね、青色事業先住者給与に関する届出書というものを出します。何を書くかと言いますと、こちらのここに管轄の税務署いつ出したかと、まあ、住所、名前、生年月日ですね。これは代表のオーナーの名前になります。こちらに先住者にする方の名前を書いて、まあ、属柄が何なのかっていうのを書いていただいて、まあ、仕事の内容ですね、経理、事務、全般とかでも全然 OK です。で書いていただいて、ここに毎月の金額を必ず決めてください。だからさっきの例で言ったら月10万円だったら、ここは10万円と書きます。まあ、賞与ももちろん払うことができます。で給与が10万円なら10万円、8万円なら8万円、5万円なら5万円というふうに記入をして出してください。で気をつけなきゃいけないのは、先ほどのこの決めた例で言ったら10万円ですよね。この10万円を超えて勝手に払うことはできません。10万円がマックスってことですね。届け出をした金額がそのままマックスの、金額になります。なので例えば月10万円で12ヶ月でしたって場合は、この120万円が年間マックスってことですね。これを超えて経費にすることはできません。変えたい場合はまたこのように届出書を出して、変更金額をしたいんですっていうのをしないとダメなんです。その代わり低い場合にはいいんです。今月は10万円だったんだけど、ちょっと来月は払いそうにないから8万円に下げたんだよね。それは届出は必要ないですし大丈夫です。なので届出書だけ出さないといけないということを頭に入れておいてください、先住者給与の場合は。で、あと要件があります。こちらに先住者給与という名前がついている通り、例えば奥さんが他の会社で働いているとかパートに出ているって場合は先住しているわけじゃないので、該当しなくなるんです。そのようにちょっと一定の要件がありますので、こちらの方を確認してから、よく調べてから先住者給与節税方法を使おうという方に決めてください。該当するような、ね、方がいらっしゃる場合は、私はお客さんの方にも必ずこれは進めていって、届け出の方を私の方で出しておきましたよというので出してもらってます。これもちろん逆でも大丈夫です。女性がオーナーで、旦那さんがマネージャー的な立場で全て経理とかスケジュール調整とかいうものを全てしてくれるって言ったら、それも先住者給与で OK です。では最後第1位いきましょうかね。第1位に行きたいと思います。第1位がこちら。もうねあれですよね、青色申告です。まあこれがやっぱ一番ベストな方法だと思います。青色申告にすることですね。まあ今ねこの青色申告にすると65万円か10万円控除選べるんですけど、65万円の方がちょっとハードルが高いかなと思います。まあでもね、65万円、10万円でもだいぶ違いますので、65万円ハードル高いかなと思っていても、今会計ソフトがものすごく良くなってきてます。簡単にって言ったら言い過ぎですけど、もう以前に比べたら65万円控除を会計ソフトで入力していけば狙えますので、ぜひまあ、弥生会計さんだとか、今クラウド会計で有名なのでフリーと、あとマネーフォワードさんっていう会社があるので、まあ、どれか自分に合うものをチョイスしてね、会計ソフトを使って65万円控除もらうと全然節税、税金の金額が変わってきますね。これは本当に大きいです。で、あとこの青色申告にすると損失の繰り延べができるんですね。これがまた大きいんです、節税の対策として。だから青色申告を税理士も勧めますし、税務署の方もよくね受付行くと、なんか青色申告がいいよって勧められたんですけど、どういう意味ですかねって言って、たまには質問来るんですけど、勧めるのはそういうことです。詳しく説明をしていこう、してみようかな。青色申告ね、よくわからないよっていう人の、ね、ためにこちらでちょっとホワイトボードを使ってね、やりたいと思います。はい。青色申告がお得な理由なんですけど、お店ってずっとこう、
続いてますよね。さっきの損失の繰り延べの話ですね。続いてますので、そして1期目、2期目ってありますよね。まあ、ここにオープンしたと。で、2期目、3期目っていうようにお店はずっと続いてるんですけど、大体皆さんビジネスすると1期目はなかなかね、集客できなかったりとか、まあ、投資するものが大きいのでお金よく使うので、1期目は結構マイナスになることが多いんですね。で、まあ、2期目もちょっとね、マイナスでしたと。で、3期目の時に、まあ、うまくいって売上がドンと上がりました。例えば、儲け利益が600万円でだとします。こちら。はい、3期目にドンと上がりました。これ白だとダメにできないんですけど、青の場合だと、ここの過去のマイナスを相殺してくれるんですね。青色申告の場合は。青じゃないとダメですよ。はい。で、例えばじゃあ1期目が100で、まあ2期目もマイナス100でしたとすると、この600に対して税金がかかってくるのと、この相殺した分ですね。だから600から200引いてくれるわけです。400に対して税金がかかってくるのと、ね、どっちが得かと言いますと、やっぱりこの相殺してくれた方が絶対圧倒的に得ですよね。なので、青色申告のこの過去のマイナス分を相殺できるっていうのはすごく節税に役立ちます。じゃあもう一つ、さっきね、65万円控除があるって言ったじゃないですか。65万円控除はなんでお得なのかと言いますとね、こういう仕組みになっております。税金ってどういうふうにかかるか、ざっくりとですよ、本当に簡単にざっくりと説明しますと、売上がありますよね。そのうちにこう経費を払ってますよね。いろんな支払いがあります。経費を払っています。で、この残りの儲け利益に対して、簡単に言うとここに税金ってかかってくるんです。で、まあ、この税金が、日本は所得税の場合、こう、階段方式になっていて、稼げば稼ぐほど上がっていくっていう仕組みになってるんですね。こうやって。まあ、最初はね、本当に旧消費税の 5% なんですけど、こういうふうになっております。で、ここに対して税金がかかります。青色に申告すると、どういうふうに節税になるかっていうですね、この経費に、支払った経費に、プラス、きちんと帳簿をつけていて、きちんと、例えば会計ソフトを使って経理をしてると。なので、きちんとされているってことで、まあ、よくやっているねっていう感じで、よし、ボーナスじゃないですけど、よくきちんとやっているから、プラスアルファは、何も経費使ってなくても、65万円乗っけてあげるよってことなんです。で、そうすると、ここの65万円控除がない分にかかってくる税金と、65万円を引いてくれるこっち側に対する税金、どっちが安くなるかって言ったら、こっちですよね。で、この65万円が意外と大きいんですよ。なので、この65万円をもらうために、まあ、皆さん青にしたいとか、まあ、税務署と、まあ、税理士も青の方がいいんじゃないですか、お得ですよっていうふうに進めてくるのはそういうことです。これでね、ちょっと分かっていただけたでしょうか、仕組みがね。で、こちらもね、青色申告も気をつけないといけないんですけど、戻りますね、こちらに。気をつけないといけない注意点がありまして、こちらも、届出書が必要になりますので、届出書を忘れないようにしてください。で、大体皆さん、開業したとき、お店オープンしたときって原則2ヶ月以内に開業届っていうのを出さないといけないんですが、そのとき一緒に合わせた青色申告にしますって宣言書を税務署に開業届と青色申告にしますっていう届けと一緒に必ず忘れると大変なので出してください。これ後で年越えたときにやっぱり今年青色申告にしようかなって思うとできないんですね。だから事前に出しておく必要があるので、必ず開業届と青色申告の届け書はセットで出すようにしてください。はい、期限があるので、ね、お気をつけください。で、青色申告にすると65万円控除か、まあ、10万円控除か選べると、まあ、65万円の方がいいですよね、まあ、頑張れば、ね、会計ソフトを使えば狙えますよと。あとね、損失の繰り延べができるということが大きなこの2つの節税の青色申告によるメリットになります。1位はこちらになります。今日は5位から1位まで紹介させていただきましたけど、こちらですね、ランク外と注意点をね、説明したいと思います。ランク外ですね、まあ、こういうのもあるよっていう節税方法ですね。小規模共済というものもあります。これは、個人事業とか自営業の方は退職金が会社員にないので、積み立てていって、自営業を辞めた時の退職金代わりというんですけど、まあ、こういう小規模共済というものもあります。
小規模共済という。これも、全額です。全額控除されます。かけた分だけ。掛け金が、1000円から7000、あ、7万円と選べるんですね。自分がいくらかけるよ。まあ、月1万円でもいいし、月3万円でもいいし、その分の12ヶ月分が全額控除されるので、こちらも有効です。まあ、ただしね、その、かけた金額がね、自営業をね、辞めたとき、廃業したときと、条件がもらえる条件がありますので、皆さんよく考えて、やられるといいと思います。あと、イデコもありですよね。イデコも、かけた分が、掛け金が、イデコ、ここでね、イデコもありです。あとは、経費を使うとかね、まあ、無駄に使ったら意味ないですけど、なんか、機械を入れるとか導入したいものがあるなら、ビジネスを大きくするためにこういうものが欲しいっていうものがあれば、そういうものを導入するのも一つの節税方法になります。全体的に本日も注意点なんですけど、提出、ね、する書類が必要なケースが多いです。ですので必ず書類が必要かどうか確認してください。あと期限がある場合があります。いつまでに出さないとできないですよ。青色申告とかそうですよね。期限がある場合が多ありますので、多いですので必ず期限の方をご確認してください。あと専従者給与の、ね、要件があるケースがあります。専従してるから他で働いてる人はダメですよっていうような要件があるケースもありますので、必ず書類が必要じゃないか、期限がある場合があるのと要件がある場合があるので必ず調べてから節税をしていただいて、まあ、無駄な税金を払わないようになるべく税金を抑えたいという方はこういう方法を考慮して、ね、考えてみて、どれかチョイスして、自分に合うものをチョイスしてすればいいんじゃないかなと思います。寄付金も控除になりますね。寄付金も OK です。これは赤十字とかその国境なき医師団とか、ね、ああいうところの公のところに寄付金をすると、寄付金控除っていう証明書がふるさと納税に似てますね。寄付金控除っていうものが送られてくるので、それをすると節税の対象となります。以上ね、5位からね、ずっとね、順番にベスト5を説明していきました。5位が工場項目ですね。4位がふるさと納税。3位が開業費。2位が専従者給与。1位が青色申告です。こちらが大きなベスト5の節税方法ということを今日は紹介させていただきました。それではね、今日のね、動画は以上になります。いつも最後まで見ていただいてくださる方、チャンネル登録してくださった方、いつもありがとうございます。ぜひぜひ、まだの方はチャンネル登録と高評価ボタンのグッドボタン、ポチッと押していただけると励みになりますので、ぜひぜひお願いします。ね、いつもね、コメントしてくださる方とかね、感想を送ってくださる方、なんか取り上げてほしいテーマなどありましたら、コメント欄に書いておいてください。で、本日のね、動画で必要な URL は概要欄のように貼っておきますし、私がしているオンラインサロンですね、オンライン上に税理士を味方につけれるということで、月額制の Facebook の非公開グループで完全会員制で運営してるんですけど、そちらの方のサロンの URL も概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、じゃあ本日の動画は以上になります。またの動画でお待ちしてます。税理士川南でした。またねー。